苦した汗も白い吐息もどこかへ夢は夢で諦めかけた。そんな時もあったけれど諦めたって何も変わらない。なんでファイトが届けたとしても、ここでいつも繋がられないよ。そんなの後にファイトの言葉がどんな時代も立てたりしない。別に向かって走るか、どんな辛いことあっても再び未来がそこにあるか。掴み取ることを選んで幸せと一歩ずつ進んでいこう。したとか本当は関係ないんだ。自分らしく精一杯やることに意味があるんだ。自分のことをもっともっと好きになってみればいつか新しい何か見つかるかもしれない。幸せ。